しちゃダメだよ。終わったか。お疲れさん。無理しちゃダメだよ。終わったか。お疲れさん。無理しちゃダメだよ。終わったか。お疲れさん。ふう、仕方ねえか。
この先がアンダーゼロみたいね。ユーゴたちはきっともうたどり着いてるわ。急ぐわよ、リベリオンズ。ゴーバイ。嫌がったな、暴走女。まだこの程度でよかったぜ。あ、君、アラタも。君たちも一緒に来てくれるのか。あんたたち、何よ、今さらどの面下げて。そうか、あれね、先に進ませてザコをやっつけさせて、後から悠々と美味しいとこを持っていくっていうあれね。なんて卑怯な、なんて卑劣な。そんなこと絶対許さないんだから。一人で盛り上がってんじゃねえよ。俺はオタクをアンダーゼロに近づけたくねえだけだよ。うわあ！それはジャジャエンの骨付き馬肉だ。ジャジャエンの馬肉？選ばれたセレブしか食べることが許されないレジェンド級の肉だ。うわ！食いたいか？食いたいよな。そうだ、やった！ちょろいな。これだから単細胞の集まりだって言うんだよ。さてと、ここまで来たからには行くしかねえよな。ついでにユーゴとザクソンの連中も止めてやるのさ。のう、付き合ってくれるだろ。そうくなくっちゃな。ここまでたどり着けたハッカーはこれだけか。思っていたより少ない。途中であのブッサイクの声がしましたわ。おそらくあいつに足止めされてるに違いますやろうか。さあ、ユーゴハン、これが最後のセキュリティドス。このセキュリティを破り、僕はエデンの真実を手に入れ、そしてエデンの秩序をこの手で取り戻すんだ。ユーゴハンならきっとハッカーの、いや、エデンのリーダーになります。エデンのリーダーだ？笑わせんじゃねえよ。誰か思ったら柔道の元リーダー新田さんやないの。確かアンさんのチームは昔このアンダーゼロに挑んで負けて惨めに解散したんちゃいますの。へえ、よく知ってるじゃねえか。負け犬はおとなしゅう、尻尾を巻いてとっとと消えてんこ。確かに俺たちは負けたさ。けどそのセキュリティに負けたんじゃねえ。
セキュリティを破った直後、何かが俺たちに襲いかかってきたんだ。俺たちは何が起きたかわからないまま、一瞬でアカウントを破壊され、エデンに近づけなくなった。あれは、あいつはセキュリティなんて生優しいもんじゃねえ。仲間の何人かはおかしくなっちまった。その時の恐怖でな。無事だった仲間も圧倒的な力の差に自信を失ってハッカーを引退。そして俺はチームを解散した。俺は警告に来たんだ。仲間を危険な目に遭わせたくねえなら、アンダーゼロに近づくな。その話が真実だという証拠はどこにある？君が僕たちの身を案じてわざわざここまで来たというのは少し説得力に欠ける。本当はノキアのアホを止めに来たんだけどよ、目の前でオタクらがあいつの餌食になるのを黙って見てるのもなんだか気分が悪いだろ。それが本当だとしても僕にはやめられない理由がある。たとえリスクを伴おうとも手に入れなければいけないものがあるんだ。さあさあ、余計なおせっかい焼きの出番はこの辺で終わりにしましょう。そのサチウス顔も見飽きたどこや。そろそろ消えてもらいます。俺たちが二人で来たと思ってんのか。甘いぜ。黙ってて悪かったな。こいつらは昔の俺の仲間、柔道の元メンバーたちだ。かつてアンダーゼロを破ったメンバーが今回だけ火星に集まってくれたのさ。相手に不足はねえだろ。面白い余興を出すな。元伝説のハッカーチームを倒して名実ともにエデンの頂点取ったります。人のため、デジモンのため、のさまる悪を退治する。その名もリベリオンズ。デジモンと人類をつなぐ希望の架け橋、ただいま誕生。元伝説のハッカーチームだとかエデンの頂点とか、あたしがいないところで話を勝手に進めないでよね。デジモンをこき使うハッカーども、よーく聞きなさい。デジモンたちはただのプログラムじゃない、ちゃんと生きてる生命体なのよ。だから今すぐデジモンを解放して、友達として仲良くしなさい。ああ。相変わらず空気を凍らせるのが得意なブサイクアンやわ。どうやら聞けない事情があるの。みんな同じようだ。ほな簡単な話やわ。最後に立ってたチームが勝者せやろ。仕方ねえ、付き合ってやるぜ。行くわよ、絶対に負けてなんかやらないんだから。いざ突撃。
が勝ったらおとなしく言うことを聞いてもらう。いいな。いいさ。僕が負けるとは思えない。思いのほか口の減らねえやつだぜ。君の方こそ。さあ、行こうか。you
終わったか。お疲れさん。なかなかやるみたいだね。お前もな。君のような旧タイプのハッカーにはデジモンプログラムは使いこなせないと思っていたよ。ことデジモンに関しちゃギーククラスの専門家がいてね、持つべきものはってやつさ。それに何かとうるさいやつもいるしな。だからデジモンはプログラムなんかじゃないって。何回説明したらわかんのよ。そんなこといくら説明されたかで興味おまへんな。わっちの興味はただ一つ、夕ご飯だけやさかい。ユーゴこそわっちのすべて。ユーゴを知ること、ユーゴを守ること、それがわっちの命の使い方です。わっちが欲しいのはユーゴはん、彼女だけや。意外と一途なのね。性格はイケつかないのに、うっかり喧嘩しそうになっちゃうじゃないの。彼女？今一つ気づいたことがありますわ。ワッチとアンさん、よう似てるみたいですな。ちょっと何を急に。やめてよ、そういうこと言うの。同族嫌悪ってやつやろうか。おしゃべりはしないや。言うてもこの前の時とそこまで変わってるとは思えません。一気に畳み込んだるさかい。覚悟しいや。特訓して絆を深めて力をつけたもん。この前みたいに簡単にはいかないんだからね。せやったら安城を楽しませておくれやす。ぶっ壊れておくんなまし。
が特訓や、何が絆や、口ほどにもあらしまへんな。これで終わりや。ほな、さいなら。マッハスティンガービクトリー。終わらない。私たちの温泉卓球は、カラオケオールは、ラブラブデジモン絆大作戦は、これから始まるんだから。ウォークライマン。メタルガルデモン。にせよ勝負ありみてえだな。それともまだ続けるか。どうして邪魔をするの。私は父が残した夢の世界を守りたいだけなのに。おいおい、なんだよ急にめめしくなりやがって。父がってどういう。よく頑張ったわね。
お姉さん、ほんと感心しちゃったわ。リエさん、あとはもう休んでてくれていいわよ。あなたの役目これで終わったんだもん。ここにみんなを連れてくるのがあなたの、ユーゴくんの役目だったの。筋抜き通りここにみんなを集めてもらったら、そしたら、なんだこれ、どうなってる。で転がされていたとも知らず、こんなところまでモコの子と集まってくれてありがとう。あなたたちのミステイチクで青臭いステージエネルギー、お姉さんが絞って絞って絞り尽くしてあげる。私の声が聞こえるか。京子さん、無事つながったようだな。しかしどうやらそう長くは話していられないようだ。どうなってるんです、これって一体。何者かによってそのエリアに高密度のデジタルウェーブが流し込まれているらしい。何者かって、んなもん岸辺に決まってんだろ。それで、どうすりゃいいんだ、この状況。打開策は至ってシンプルだ。イーターたちはデジタルウェーブに引き寄せられている。ならば、デジタルウェーブを流し込んでいる流入口を塞げばいい。そうすれば、イーターがこれ以上現れることはないだろう。簡単に言ってくれるよな。流入口を塞ぐったってこの状況だぜ。私そもそもこの状況がよく分かってないんですけど、全然飲み込めてないんですけど、どうなってんの、助けて。あーピーピーうるせえな。事情は後で説明してやっから、ちょっと黙ってろ。君たちはそんな状況下にあってもいつもと変わらぬペースで来た。少し安心した。君たちならそのピンを切り抜けられるだろう。特製ブレンドを入れて来ている。必ず無事に帰ってきなさい。特製ブレンドつったか。嬉しくって涙が出そうだぜ。デジタルウェーブの流入口、あれみたいですな。とりあえず今は一時停戦ね。あの穴さっさと塞いじゃおう。リエさん、なぜなぜこんなことを。今はそんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。その通り。このままイーターが増え続ければ我々も危ないぞ。ガルル・グレイモン、何か手はない？ガルル・グレイモン、メタル・ガルルモンとオー・グレイモンが合体したからガルル・グレイモンでしょ。
それともグレイ・ガルルモンなの？私はオメガモン、そう呼んでくれればいい。だあ、呼び名なんてそれこそ今どうだっていいだろう。おい、何かいい手があるのか？リーダーたちは高密度のデジタルウェーブによって操られている。流入口の他にデジタルウェーブを流し込んでいる接続ポイントがあるはずだ。それを探らなければ意味がない。あそこ見て、上！よし、私が塞いでこよう。二人ともそれまでノキアを頼む。イーターから守ってやってくれ。仕方ねえな。来たわよ。行くぜ。厄介だな。さすがにこの数はヤバそうだな。どうすんのよ。あれは嘘。ユーゴ、嘘だろ。だってユーゴはここに。だが、逃げていく。兄さん、兄さん。やっぱり今のはユーゴ？ユーゴが二人？二人がユーゴ？それってどういうこと？兄さん？このタイミングでログアウトだと？いや、現実世界で誰かに無理やりログアウトさせられたのか。消えちゃった。今のがコネクトジャンプ？初めて見た。あら、
っていたの？それじゃあエデン症候群もみんなあなたが？いやね、最初から全部私がやっていたわけじゃないわよ。でもイーターの存在はすごく魅力的だったから、頑張って操れないかなってずっと試していたの。実験は大成功。あとはこれを利用して世界の壁を取り除くだけ。そのためにはあなたの精神データが、記憶が必要なの。ゆうこちゃん、もうちょっとだけ協力してね。あら、あなたは。お邪魔なくっつき虫がついていたってわけね。あなたの能力は少し厄介ね。今はどこかに行っててくれるかしら。さて、これで邪魔者はいなくなったわね。リエさん、動いちゃったね。初めての時は力を抜かなきゃね。この装置のすごいところはね、自由に作成したアバターでエデンにログインできちゃうことだけじゃないの。人格そのものをクリエイトして、記憶として電脳世界に持ち込み取り込むことができる。ゆうこちゃん、気づいてた？あなたがユーゴとしてエデンにログインしているとき、あなたは本物のユーゴだったのよ。私が作った人格のね。違う、私は自分の意志で。ゆうこちゃんの意志？そんなものほとんどないわよ。そうじゃなきゃ、いくらあなたがお芝居が上手だとしても、あれだけのハッカーたちを騙せるわけないよ。ハッカーたちを騙す？私がハッカーたちを？つまりこの装置は電脳世界を通じて記憶を改ざんできるってわけ。書き込むこともできるし、もちろん取り出すことも。それじゃあ始めましょうか。ゆうこちゃんの秘密奪っちゃうぞ。事態は急激に展開しているようだな。まあ何はともあれ無事でよかった。とはいえ車にはせいぜい気をつけたまえ。君のデジバイスのログデータから優子くんの位置情報が割り出せるはずだ。
ひとまず探偵事務所へ戻ってきなさい。新たやノキアには私から連絡しておく。君が興奮状態にあるのはよくわかった。それは無理もないだろう。しかしこんな時こそ冷静であらねばな。行動を起こすのはしっかりと状況を把握してからだ。それでこそ私の助手だ。すごいことになっちゃったね。わかんねえことだらけだけどよ、はっきりわかったぜ。誰が敵なのかはな。それでどうするの。持って遊ばれて誇りを踏みにじられたんだ。みんなの敵を討たなきゃならない。一人のハッカーとして。新た、じゃあな。お前も早く帰れよ。面倒なことに巻き込まれる前に。あ、ガルル・グレイモン、さっきは助けてくれてありがとう。私はオメガモン、ロイヤルナイツの一人だ。ああ、そうそう、オメガモンだったね。ロイヤルナイツ？君に話さなければいけない大切なことがある。私はオメガモンへと合体したおかげで自分がこの世界に来た理由を思い出したんだ。話さなければいけない大切なこと？この世界に来た理由？なんだかよくわからないけど大丈夫。このノキアさんにズドドドーンと任せておきなさい。ノキア、デジタルワールドだけではなく君たちの住むこの世界も大きな危機を迎えようとしているのだ。君たちを今まで以上の戦いに巻き込むことになる。それでも力を貸してくれるか。当たり前じゃない。たとえ世界中が敵になったって、私のエロカワボディがえげつないものに巻き込まれてメロメロになったって、このノキアの心が死なない限りどこまでだって力を貸すよ。ノキア、ありがとう。やはり君はどこか懐かしい。よーし、行くぞ。私たちの戦いはこれからだ。アホ、そないなセリフ、逆にもうこれで終わりみたいやないの。ユーゴ、うん、ユーゴハン、ご使用やから無事でおって。遅かったじゃないか。テレビを見たまえ、アンダーゼロの事件についてやっている。報道ではエデン症候群が集団発生した原因はハッカーによるエデンへのハッキング行為だとされている。こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺のことには一切触れられていない。あくまでも上白は被害者、そしてハッカーが加害者という構図が出来上がっている。
岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上城優子を利用して九段のパラダイスロスト計画を進めているのだろう。それに関してはまだ何も手がかりがないな。だがおそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子くんは計画の最終段階に欠かせないキーなのだろう。岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見事に操ってみせた。おそらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター両方を制御できるか否かのね。今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だっただろうな。君たちはその生贄にされたのさ。岸辺理恵は本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした。パラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。君のログ情報から急いで上城優子の居場所を割り出そう。そしてそれと並行してこの計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。最近迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ、これらの情報を照らし合わせれば最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。おそらくその点こそが計画の中心地だろう。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いがもう少し待っていてくれ。無事だったんだね。実はオメガモンが君と直接話したいんだって。ザクソンフォーラムに来てくれるかな。あそこならあんまり目立たないで済むだろうし、よろしくね。